はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もメタルブレイクアウトやっていこうと思います。あれ、こんな感じでよかったっけ、タイトルコール。はい、ということでね、久しぶりに動画を撮るので、どんな感じでね、動画を撮っていたのか忘れてしまったこんがりです。はい、ということで、本日ねやっていくのはですね、緊急ミッションです。ついにね、村クエを進めていたらね、出ました緊急ミッション、ヤンクックをしばけっていうことで、やっていきましょうか。こちら、まあ、タスクですよね。はい、警告へ。やはり何の理由もなく車を止めたわけじゃなかったのね。車を乗り換えて証拠なんちゃらかんちゃらってことで、ですね、警告に、双眼鏡とね、無線機を持って行って、なんか埋めればいいらしい。はい、まあ、敵も共にね埋めてやりましょうか。16回目のねタスクで、これをクリアすると、皆さん見てください、ノーマルキーチェーン 2×3 マスです。はい、まあ、このゲームね、初めから 1×3 マスのキーチェーンは持ってますが、2×3 マスで6枠になるってことで、これはね無課金勢大歓喜。はい、まあ、確か課金したらね、15マスとかだっけ、なんかそんな感じのさ、あのキーケースをもらえるんだっけ、12マスだっけな、ちょっとよくわかんないけど、まあ、そういうのもあるみたいですが、とりあえずね無課金勢の星ノーマルキーチェーンをね、やっと僕もね、手に入れる時がやってきましたと。はい、初心者の皆さんはですね、このねノーマルキーチェーンっていうのを必ずね、まあ、序盤の方に手に入れておいてください。なぜかというとですね、まあ、それを手に入れてると手に入れてないのでは全然ね、変わってきます。はい、僕ね、今、まあ、所持金が150万ぐらいありますけど、まあ、正直2ヶ月ね、遊んできてこの150万円しか貯まっていないっていうのはもう貧乏人です。なぜね、僕が貧乏人になってしまっているかというとですね、鍵をね使って金策してこなかったんですよ。このゲームね、敵をしばいてね、あの敵の物資を取っても、結局ね稼げる金額っていうのはもう決まってるんですよね。もう上限があるんですけど、金庫をね開けて安全コンテナにね、ぶち込んでおくだけで、ワンチャンね極秘文書とかが出た時にもう600万レイドをね達成することができるんですよ。敵の装備でね600万レイドなんて無理なんですよね。はい、まあ、だからね、しっかりこのねエビータさんのミッションを進めてあげて、まあ、皆さんはね、なるべく早めに、キーチェーンを入手するようにしてください。まあ、僕はね、あのタスクがめんどくさすぎてゲームの中でもタスクなんてやってられねえよってね思ってずっと放置してきたんですが、まあ、皆さんにね、背中をポンって押されてようやくね、ここまで来ることができました。はい、非常にめんどくさかったです。本当にマジでめんどくさい。一つねアドバイスをしておくのであれば、安全コンテナがねあると非常に楽なんですよ。はい、自分がね、こうやって持っていくものっていうのは安全コンテナにぶち込むことはできないんですが、基本的には戦場から専用アイテムをね持って帰ってくるミッションっていうのがあるんですけど、それをですね安全コンテナにぶち込んでおけば、しばかれてもねあのミッション達成することができるので、皆さんはですねこのシーズン1ボタンかな、シーズンストアを押していただいて、トライアルカード1日をね、2つ購入して、しっかりとですね安全コンテナがある状態で、ミッションにね挑むようにしてください。はい、ということでね、本日使っていく武器なんですけど、前回ねあのコスパ最強 F2000 っていうのを僕紹介したので、まあ、それとね全く同じ形の F2000 をね使っていこうと思います。まだね前回の動画見てない方がいらっしゃいましたら、ぜひねこの動画を見る前に、まあ、見た後でもいいんですけど、確認してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、ラスタラスタピアやっていこうと思う。警告封鎖へレッツゴー。はい、ということでですね、秒速3センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。まあ、今日ですね僕マグロが非常にね食べたくて、スーパーにねマグロを買いに行ったんですけれども、まあ、それとねともに、まあ、冷凍うどんも買っておこうって思ってね、まあ、1週間分の食事を用意しようと思って買い物に行ったら、まあ、財布の中にですね1500円しかなかったんですよ。で、まあ、計算機でね計算したところ、そのねマグロとうどんのね合計のね金額が1502円だったんですよね。もうマジで最悪でさ、俺2円に泣いたわマジで。まあ、皆さんねこんな経験あるかもしれないんですけど、1円をバカにするものはね1円に泣くからな。まあ、今回は2円に泣いたんですけど、これがですねメンブレ会でもね言えて、まあ、1公演をね、バカにするものは1公演に泣くわけですよ。はい、だからね、皆さん本当に気をつけましょうマジで。まあ、公演にね泣かないためにもエビータさんのねミッションはね、進めておくことを進める。はい、とりあえず、どうしようかな。まずはこっち側に埋めないといけないのか、じゃあそっち側行くかな。とりあえず僕はあのタスクロケーションをマークしました。はい、
まあ、ワンチャン敵がなんかその辺にいるくさいので、しっかりとそこはですね、ケアしていかないといけないんですが、ちょっと遠距離武器だけはやめてください、マジで。頼みますから。とりあえず敵は一旦無視でいいかな。うん。まずはミッション、タスクをやっていきましょう。それからでも全然間に合うかなって感じですね。まあ、まずさ、初動に敵芝居ってもまず美味しくないからな。敵がですね、しっかりと、まあ、物資をね、たんまり貯めたところでね、横取りしていくっていうのが、まあ、このゲームの本質ではありますから、まあ、敵と敵をね、やり合わせて、敵がね、まあ、防御だの、武器だの、うまうましたところで、そいつを縛いて僕がね、さらにうまうまうましていくんで、まあ、そういう感じですよね。まあ、それかワンチャン極秘文書とかさ、敵がね、発掘してくる可能性もあるので、しっかりね、そういうお宝を発掘してから、まあ、敵を縛くようにしましょう。で、なんか知んないけど、敵を見つけたらしい。敵を見つけた2機、別荘かな？別荘はまあ、いるよね、そりゃ当たり前に。まあ、一旦僕も別荘後で向かいますけど、その前にね、まずはタスクミッションをしていきたい。いやでもようやく終わるよ、エビータのこのさ、クッソだるいミッション。もうさ、10個ぐらいでね、タスク終わってくんねえかなってね、思ってたんですけど、まさかのね、16個タスクがありましたから、まあ、相当めんどくさがり屋なね、僕にとっては、まあ、苦痛でしたね。まあ、このタスクがね、まあ、好きな方もいると思うんだけど、僕はね、シンプルに敵から物資を奪いたいっていうね、ただそれ一つのね、望みだけでこのゲーム遊んでいますので、まあ、だからね、僕にとってはね、非常にね、まあ苦痛な時間だった。まあ、しかしね、ほとんど全てのタスクを一発合格することができたので、まあ、あの高校生の頃のね、自分を思い出しましたね。天上天下唯我が独尊状態だったあの頃のね、高校生の僕の気持ちを再びね、このゲームで味わうことができました。僕はテストがね、始まってスラ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 解いてね、だいたいまあテスト時間の半分を寝て過ごすっていうね、まあ天上天下唯我が独尊状態に入っていたんですが、まあそんなね、調子の良かった高校生時代からね、大学受験を失敗して、まあエフラン大学に入学して、でその後ね、派遣社員を転々として今に至るっていう。まあでも勉強って大事だよな。まあ、正直ね、社会に出てからあんまり勉強って役に立たないんだけどさ、でもやっぱり大人になってからさ、勉強する時間ってないから、まあそうなる前にさ、やっぱ学生の間にね、勉強をするっていう。うん。なんか勉強の仕方を勉強するっていうのはさ、大事かもしんない。そういったね、癖がついている人っていうのはね、かなり強いですし、まあ、僕みたいにね、勉強はまあ一夜漬けのタイプもいるかもしれないんですが、まあ、このね、メンタルブレイクアウトは一夜ではね、到底ね、覚えることができませんので、まあ、しっかりね、毎日やっていく必要があるのかもしれない。とりあえず埋蔵しておきましょうか。これでミッションの一つ目完了。さあ、そしてミッションセカンドシーズンはこっちか。今なんかあったよね。はい、アイテム埋めます。はい、これで完璧。今撃ってきたら犯罪ね、さすがに。懲役5000年はね、軽く超えると思いますよ。とりあえずミッション達成しましたので、僕も行きましょうか。仲間の元へ向かいたいと思う。全然進んでねえじゃねえか。なんか別荘行くとか言ってたけどさ、まだまだ公安ですね。あ、公安ですが、めんどくっさいですね。相当消音性能が高い2番さんの武器。何それ。それモシンか。やはりモシン様はね、マジで全然わかんない。撃たれても本当に消音性能高い武器っていうのはね、チートですよね。まあこのね、メンタルブレイクアウト、本当に茂みに隠れてサプレッサー武器でね、しばくっていうのが一案安全だし、まあ一案強いまであるからな。マジでサプレッサーつけていくのは正義だと思うわ。でも僕は悪なんで、はい、サプレッサーというものには頼りません。まあ、しっかり基本ステータス上げるのも大事だと思うからね、僕は。なんかさっきからね、敵を見つけた、敵を見つけた言うけどね、正直敵の気配が全くないわけですよ。まあ、疑心暗鬼になってしまってはいけないんですが、野良を信じすぎるのはやめましょう。さあ、こんがりサンタがですね、なんか見つけたらしい敵を。どこにいるのか教えてほしいけどな、ピンを打ってほしさはあるが、まあ、向かってる方向向かいましょうか。うん、マークが欲しい。まあ、思ってることをね、すべて言ってくれてもね、このさ、バグさんが、マジで助かる。すいません。マークが欲しいんだけど、なんで？なんでマーク出してくれないの？お、やっとマーク来たぞ。さあ、どこだ？はあ？よくわからんところにマーク打ち上がった。裏じゃねえか、それ。ははは！バグさんがなんか寝だした。ついになんかさ、絶望して寝た。マジか。人は絶望するとどうやら眠りについてしまうみたいです、皆さん。ああ、もうやだ、こんな一日はやだよって言ってね、絶望してさ、寝てさ。
でまた明日起きたらね、あー今日が始まってしまった寝ようとか言ってずっと寝るんでしょうね多分。え、ちょっとどこにいるの、マジでよくわかんないわ。あ、いたいたいた、ついに出ました、銃声来た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 、はい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 、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、それ非常に嬉しいですね。ただこの村もちょっと警戒しておこうか。でワンチャン崖もね、ここスニーキングするんですが、ただ草のね上のスニーキングはなんか有効じゃないかもしれないで気をつけましょう。じゃマジで草踏むな、草を踏むな、マジでバレたくない、バレたら終わり、負けます。じゃスニーキングしてしっかりとねここは近づいていきましょうか。はい、じゃあ別荘突入していきましょうかね。怖いね、近い近い近い、ちょ待って本当にやめて、頼むからさ、そんな急には出てこないで、心の準備がまだできていない。怖い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 、足音やんだんだよな。は？あ、これ。え、ワンチャン俺の近くのやつってスカブか？スカブ臭くないかこれ。やるか。はい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 。これ人でしたね、普通に。くっそ！逃してしまった。あー、上入られた。ザル、あ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 、待って待って待って。お前逃げんな、卑怯者が。くっそ！まだやれねえか。あらー！後ろ？いやまあ、分かってたけど。いや、後ろ分かってたけど、車線通んの？もう、最悪、ほんとに。ああ、もうちょっと、まあ、ちょっと雑すぎたか。いや、詰め方雑すぎたんだけどさ。もう、マジかよ。あ、最悪。あ、キルカメラもどっか行っちゃった。あ、すいません。キルカメラがどっか行ってしまいました。あ、ということでね、ファルの M62 弾にしばかれてしまいました。はい。うわい。ということで、まあ、しばかれてはしまったんですが、皆さん、これをね、お忘れではないでしょうか。ついにね、僕、エビータさんのね、タスクすべてね、終了することに成功しました。ありがとうございます。多分もうないんでしょうね。うん。まあ、これでね、一件落着ではないんですけど、はい、ということでね、僕もこれからはね、キーチェーンがノーマルに進化したので、まあ、これからもね、皆さん何かね気になったことがあれば、コメントよろしくお願いします。皆さんのねコメントが人を変えます。以上こんがりでした。じゃあな、じじー。